こんにちは、ギターズステーションです。今日、ご紹介させていただくのはギブソンカスタムショップから、発売されましたコレクターズチョイスの、第2弾、1959レスポールスタンダードリーシュー、トマフィエイジドのグリーンレモン、通称ゴールディになります。このギターはいわゆる有名な、レスポールヴィンテージオリジナルの、写真集にも紹介されている、ギターになるんですけれども、そのコレクターズチョイスというのは、ナンバーワンが以前発売されていたと思うんですが、それに続く第2弾ということで、ナンバーワンの方はいわゆるピーター・グリーンが所有し、次に、ゲリー・ムーアが所有し、その後にコレクターの方が手にされたというようなものを再現したギターだったんですけれども、このギターは今もコレクターの方が所有されているもので、を、いわゆる、ミュージシャンモデルと同じような 3D プロファイルですね、デジタルスキャンを行って、細部にわたるまで再現したギターということで、新しく作られたそういったモデルになります。で、やはりその個体を一つ、再現する形になってきますので、全体的なそのスペックとしては今現在発売されているヒストリックシリーズをもちろん踏襲していて、もうもはや手直しをするところっていうのはかなり少ない部分にはなってくるんですが、やはり個体一つを再現するというのがこのギター、こういったギターの優位な点になってくるので、このギターもその個体ならではのスペックというのがかなり多く見受けられます。まずボディに関しては、その書籍の方でも紹介されてましたが、かなり大きな太めのリボンカールと言われるような大きな太めの太い木が採用されるんですが、これも同様にこういった太い木、綺麗な木目のものが、使用されているんですけれども、さらに本物のオリジナルのコンディションというのが、かなりトップは、クリーンな綺麗な状態で、フレックウェザーチェックに関して本当にほんの少し局所的にしか出ていなかったようなんですね。ですからそれもエイジドと言いながらも、こういったエルボーのところであったりとか、テルビズの後ろのこの辺りというここの部分にのみウェザーチェックが出ているものも再現されています。で、特殊する部分といえば、ヴィンテージギターかなりの、いろんなものがあるので、いろいろなコンディションというのがもちろんあると思うんですが、この個体についてはかなりトップに光沢があったっていうことをやはり言われていて、通常今のギブソンのヒストリックシリーズで出ているエイジドであったりとか VOS、グロスというようなフィニッシュになるんですが、エイジドフィニッシュをベースにしていても少しこう光沢がこう少なく、上の部分にこう傷が少しついているようなまま再現するものも多いんですが、これについては、これならではの最終的なそのトップの部分にかなりちょっとこう、光沢を出しているので、こういったトップアジの部分というのもかなりこう動きがある部分になりますから、そういったところの見え方というのもかなりこう変わってきます。で、トップアジは 3D スキャンを行った上でも、通常のモデルと程なく近いので特徴的なアーチをしているということはないんですけれども、やはりその光沢があるということで、スイッチ前の、いわゆるこうアーチが重複しているようなところとか、そういったところの、見え方というか、そのはかなりこうぬるっとしたツヤがあるような仕上がりは見せていると思いますので、こういったのも所有した方、見た方の目も、楽しませていただけるんじゃないかなと思います。こういったフィニッシュを待ってた方も多いんじゃないかなとは思いますので、で細かいハードウェアの点で言えば、サムナット、いわゆるそのエレベーションスクリューがやはり二重になっていたところだったり、そういったのも再現されていたりとか、ピックアップも片方がかなり縁ですかねの方がパワーがあったということで、通常のヒストリックだと 1-2 のコンビネーションになるんですけど、これは 1-3 のコンビネーションに、なっています。で、かなりそれ以外のところでは、ネックグリップは、きちんと
その 3D スキャンをした時にちょっと特徴的なネックで少し太みだったというようなことも聞いているんですが、このネックグリップもエイジオンならではの少しバインディングの横の部分を内側にこう落とすような、加工が施されているので、ほどなくこうグリップがしやすいようになってますので、こういったところも本当に惹かれてるギターだったっていうのは感じる部分だと思います。そしてこれが一番まあ目玉というかになる部分になるのかと思うんですけども、通常の59年のオリジナルのレスポールも、の変更点として、初期から中期、中期から後期にかけてフレットが、初めは細かったものから、太いものに変更されているんですが、これはオリジナルが600番台、629番という600番台だったことから、ちょうどまだその細い時期のものであったんだと思われるんですけども、この個体に関しても、今のヒストリックは太くて、ちょっともう低いというかようなものを採用しているのに対して、これはそのヴィンテージタイプのちょっと細いものを、が使用されています。ですからこういった細いフレットを、使用されているので、やはりそういったプレイアビリティの面で、指が入りやすいというような利点もありますから、まあ、かなり他には今までにないスペックになってくると思いますので、そういったところも注目していただければいいんじゃないかなと思います。ヘッドにかけてであったりとか、そういったところはクラックであったり、そういったところも、踏襲しているんですけれども、でシリアルナンバーに関しては、コレクターズチョイスのナンバー2ということで CC02A で、投資ナンバーの60番というシリアルナンバーを、こちらの方には、ヘッド裏の方には付けられるんですけれども、コレクターズチョイスの今回のこだわりとしては、本物オリジナルのシリアルナンバーが、59年の9の0629ということで、それがコントロールキャビティ内に、スタンプされているというのも、このモデルならではのちょっと面白いところかなと思います。で、いわゆるバックのその塗装の剥離というのは、やはり当時引き込まれていたことをお分かりいただけるような、フェードの下カラーもかなり本物もフェードしてちょっとこう色がこうオレンジ色っぽいような色になっているというのも、こういったのも再現しているのも見事な部分があるんですけども、ボディバックに関してもかなりバックル傷が深くこう入っていたので、塗装がこういったふうに削り取られているものも再現しているんですが、こういったエッジの部分であったりとか、あとは古いオリジナルのギターならではのネックヒールの部分のラウンドの形ですねから、こういったネックとコンビネーションのところのとカッターウェイのこういったところの塗装と相まることでのこういったちょっとラウンドの形で、狙っているのがあれですけど、ボディエンドに比べるとやはりこういったところのラウンドが少しこうきつくなっているところもうまく再現されているので、先ほどのフレットとのコンビネーションでやっぱり手がこう入りやすくなると思いますし、こういった加工というのは本当にその、ギブソン社の方で出ているサインエイジとか、ミューシャンがお持ちになっているものを再現しているのと同じようなこういった加工になってくるので、本当にパッと構えた時に、きちんとこういったエンドの部分をパッとこう収まりがしっかりこうしてくるっていうのも、このモデルというかこういったギターならではの、部分だと思いますので、弾かれる方、もともとが弾いていた、ギターっていうものをきちんとお分かりいただける部分というのは、やはりすぐにパッと弾いても弾きやすい、ような、ギターになってると思いますので、ある意味レスポールファンの、方でというのももちろんだと思うんですけれども、レスポールをきちんと弾いていただいて、弾きやすく、もちろんこう音も楽しんでいただくっていう意味でも、このコレクターズチョイスのこのギターについては、かなりいいものを持っていると思いますので、そういった実力をぜひお店の方で、確認していただければと思います。ギターズステーションでした。